こんにちは、グッピーこずえです。毎週水金に更新してます。よかったらチャンネル登録お願いします。メスティンでね、私シューマイもやったし、ご飯も炊いたし、いろいろやったんやけど、やばい、インスタントラーメン作ってないとか思って、今日はこれかける、これをベランダでやっちゃいたいと思います。暑いから絶対これ美味しいでしょ。でもちょっとその前にメスティン蒸し鶏をやります。うー、やばい、準備めちゃめちゃ完了してます。ちょっと思ってるより隣とか近いんで、ちょっと静かにやります。今日は乾杯。なあ、自分さ何も予定ないん？ない。せーので、あー、全然できてる。これが薬味たっぷりポン酢で、これがごまだね。お前量まずめちゃくちゃ狭い、めちゃくちゃ狭いねんけど、うまいねん。良き天気最高、良き天気心穏やかなる日本の夏って感じ。てか、なんか蒸し鶏って普通のお鍋でするんやったら結構大層なことになるし、レンジやったらちょっと美味しさが半減するような気もする。メスティンやったらほんますぐ作れるし、さっき蒸し鶏作ったのは訳があって、とりあえず当てで一杯やりたいっていうのもあんねんけど、ここにスープが出るやないですか。これを利用してこれいくから、今からやばい、沸騰してきてる。ちょっと半分ずつ、蓋一回閉めた方がいいんかな、蓋一回閉めた方がいいんかな、どうしよう。今日具はちょっと待ってほしい。とりあえず火薬入れるわ。入れてスープ入れ、シンさん、ちょっと待って、シンさんの様子がおかしい。シンさん、やばい、よだれがたれてきた。具はなんか冷蔵庫にあったやつ、しめじと細ネギとソーセージ。キノコとソーセージから私が出そうなんで、さっき入れました。あわって蓋めいて、ちょっとネギも入って持ってます。これ多分締めんでもできるけど、開けた時の楽しさ的に締めます。絶対美味しいやろこれ。開けるね、開けるね、これ。おぉ、食べの伸びる。いただきます、いただきます。なんか誰か洗濯機回してる、うるさい。チーズやばいです。ほら、ソーセージほらやって、ソーセージもなんかちゃんと出来上がってる。熱っ、うまっ、めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、やばい。これちょっともうこの100円前後で USJ1 回分ぐらい楽しんでるんやけど、ほんまに辛っ。うん、まめんのりんの、うん、これ絶対怒られるわ。うん、羊使い進んでると思われる。確実美味しいねんけど、麺の硬さも伸びてなくて最高。インスタントラーメンなんかやっぱ なんか何も言えてない。やっぱインスタントラーメンはやっぱカップ派じゃなくてやっぱ袋派なんですよね。なんか入った。なんか暑いからさ、結構そうめんに走りがちやけど、じゃあ暑いからいの食べて汗ぶわ流して最後スクーラー引いてね、うわーって行くのも幸せやって昔小学校の時国語の先生が言ってた。変なことってなんか覚えてんねんな。これ本で絶対みんな忘れへんのじゃん。なんかほんま変なことって覚えてんねん。小3の時の先生がのもに自分野球でもしたらって言ったとか、なんか変なことってなんか覚えて、なんかソーセージと相性めっちゃいい。あれやばい、山の男って感じ。あれやばい、あれ山の男って感じ。山の男と呼んでくれ。クーラー最高。暑いからってそうめんとか冷麺とか冷やし中華だけじゃなくて、こういう感じもあるなって思いました。暑い、ほんまめっちゃ暑い、暑い。お昼どうする？麺にする？あ、もう麺でいいわ。でもそうめん飽きたで俺。え、そうめん飽きた？任しといて。じゃあちょっとベランダで待ってて。お待たせ、熱々の辛ラーメンやで。暑い時に辛いのも
なかなかいいんやで。夏や。あっつ、あっつ。ちょ待って、でもめっちゃうまい。やろう、めっちゃうまいやろ。熱いが、めっちゃ熱い。あっつ、あっつ、あっつ。あっつ、めっちゃ熱い。めっちゃ汗かいてて。いや、自分もやし。あれ？なんかめっちゃ楽しい。うちらも熱々ってなるわ。あ、もうちょっと暑さでやばい。毎週金曜日は妄想女子ご飯という料理動画を配信しております。お金をかけなくても外食しなくても楽しい料理や美味しい料理を作ったり、それよりちょっとでも面白い料理動画を更新できるように頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録と、この動画がちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンを押して応援してください。では今日は辛ラーメンで夏、辛ラーメン熱々ラブラブなったつもり貯金をしたいと思います。ではではでは、クーラーの中で辛ラーメンはちょっと違うって感じだな。